4年ぶりに中国を訪れた北朝鮮の金正日総書記は大連に宿泊しました。数日以内に北京入りし胡錦濤国家主席と会談するとみられます。金総書記が今外出からホテルに戻りました。ゆっくりとですがしっかりとした足取りで今ホテルの中に入っていきます。 昨日の朝、中朝国境の町、丹東を特別列車で通過した金総書記の一行は、大連市内のホテルに到着し、午後外出しました。大連は北朝鮮が経済特区のお手本としている港湾都市で、そのインフラを見学したとみられます。夕食の時間帯には迎賓館に向かい、午後9時過ぎにホテルに戻りました。 古今東主席は8日にロシアに向かうため会談はそれまでに行われるとみられます。